毎日放送、株式会社毎日放送、毎日放送、略称、MBS は近畿広域圏を放送対象地域、エリアとする特定地上機関放送事業者。大阪府内では唯一の同一法人による中波放送、AM ラジオ放送とテレビジョン放送の県営局で、ラジオ放送は JRN 及び NRN とのクロスネット局、 テレビ放送は JNN 系列の純記局である。2017年4月1日、旧法人の株式会社毎日放送が認定放送持ち株会社に移行したことにより、称号を株式会社 MBS メディアホールディングス、MBS メディアホールディングスに変更、放送事業などの原料全般は会社分割により設立された新法人の 株式会社毎日放送、旧毎日放送分割準備株式会社が継承した。本校では会社としての毎日放送について説明する。ラジオ放送については MBS ラジオテレビ放送については MBS テレビを参照。本社の社屋では1990年9月1日のグランドオープン以来1階の大半をアトリウムオープンスペースとして テレビラジオ番組の生中継、収録や各種イベントに利用。MBS グッズショップ、旧名称は、MZO の店、ネビュラやタリーズコーヒーの支店も入居していた。2階では、オープン当初、ギャラクシーホールという名称で、コンサートホールの機能を持たせていた。後に、ギャラクシースタジオへ転用。テレビの生放送番組や、公開収録、イベントに用いられていた。 2010年7月、本社北側に、免震構造の地上15階地下1階の新館、完成に伴い、B 館と故障を建設することを発表。大阪市から、企業、大学等立地促進助成制度を適用されたことを受けて、2011年4月に着工した後に、2013年9月4日に、竣工した。B 館は、MBS テレビのチャンネル番号を、 4と MBS ラジオの周波数1179にちなんで2014年4月4日午前11時7分9秒にグランドオープン。MBS ラジオでは MBS グランドオープンスペシャル上泉雄一の絵、えなぁ。公開生放送が月金曜にレギュラー放送中の生ワイド番組上泉雄一の絵、えなぁ。が ベースの記念特別番組の中での瞬間を伝えた。B 館には、中継基地、MBS スタジオイに USJ、工術から機能を移転させたテレビ番組用の2つの、スタジオ、オフィス、ヘリポート、高さ約36メートル、地上からの高さ約117メートルの電波用、鉄塔なお設置。従来からの本社や B 館の春高機に、M 館と故障とは、 2.1213階に設けた、渡り廊下で接続する。2015年4月20日に、視聴性質、マスターを、B 館に新設したマスターに付加した。毎日放送では、B 館の運用を開始する2014年4月4日から、特別番組の放送や視聴者も参加できる、記念イベント、1万人のテープカット、チャリウッド2014など、を開催。M 館、 本社屋の1階では、タリーズコーヒーのスペースを移動させた上で、跡地に、第四デイリーストア、山崎デイリーストアに、MBS グッズショップの機能を統合させた、コビニエンスストアを開店した。M 館では、ギャラクシースタジオの名称を、C スタジオへ変更する一方で、C スタジオを、ギャラクシーホールとして運用していた時期に活用していた1階の、エントランス及び、アトリウムを、茶屋、 マチプラザ、放送上の通称は、チャプラステージにリニューアル。旧エントランスを、チャヤ、マチプラザライブスペース、旧、アトリウムを、チャヤ、マチプラザロビースペースとして、番組の生中継、公開収録やイベントなどで、定期的に活用するようになった。チャヤ、マチプラザライブスペースについては、MBS グランドオープンスペシャル上泉雄一の絵、えなぁ、公開性放送から、 番組での使用を開始した。M 館のほぼ南、ライオンデイリーストア西口の隣に位置している、マーライオン石像モニュメントは、決めのベンチと一体になっていて、石像の視野が西側へ向くように設計されている。当社が、テレビ放送事業開始60周年を迎えた2018年からは、生放送への対応や報道、制作両局間の連携を強化する目的で、M 館の2階を、 ライブセンターとして新装する工事に着手。新スタジオ、ギャラクシースタジオを含むスペースを生放送の情報番組と連動した情報フロアへ改装した上で2019年1月28日月曜日のシチンプイプイテレビの生放送番組ラ運用を開始した。さらに M 館1階のチャプラステージもライブセンターへ組み込むことを前提に改装された。ちなみに M 館、B 館という故障は毎日放送の略称である MBS に由来している。ただし、B 館の運用開始時点で正式に S 館という故障をつけた施設、社屋は実在しない。現在はパリ、フランスと上海、中国に設置。いずれも毎日放送の活動拠点にとどまらず、JNN の国外支局、放送上の名義は、 JNN 支局としても機能している。かつては、マニラ、フィリピンにも、支局、放送上の名義は、JNN マニラ支局を設置。2017年10月に、パリ支局を自社で開設するまでは、ベルリン、ドイツに、支局、放送上の名義は、JNN ルリン支局を設置していた。第二次世界大戦終結から間もない1947年、昭和22年。 GHQ が放送基本法と電波参法、放送法、電波法、電波管理委員会設置法の立法措置を指令し、1950年、昭和25年6月に施行された。これを契機に民間放送の設立が日本各地で相次ぎ、施行前の1950年4月21日、民間放送会社16社に予備免許が降りた。そのうちの一つ、 新日本放送株式会社、新日本放送、略称、NJAB、英称ニュージャパンブロードキャスティングシステム、インクは、関西製、財界の支援のもと、毎日新聞社と京阪神急行電鉄、現、阪急阪神ホールディングスと、日本電機、NEC を中心に設立された。実際に、創立の中心となったのは、毎日新聞社を依願退職した。 高橋晋三であった。高橋は民間放送の将来性と必要性を解き、毎日新聞時代に培った個人のコネクションをフルに、利用して出資者や番組スポンサーを募集。設立途中で出遅れた朝日新聞社の記状案に、過ぎなかった朝日放送との合併工作という、横や両案として跳ね付け、現在でも、 その録音が残る朝日川との激しい公聴会のやり取りの末、ようやく新日本放送の開局にこぎつけた。京阪神急行電鉄の資本が入っていた関係で、開局当初は、系列企業であった阪急百貨店、現、梅田本店屋上に、本社、スタジオを構えており、スタジオで行われる公開録音の観覧車のために、百貨店の休業日に関係なく利用できる。 エレベーターが設置されていたという。1951年、昭和26年7月8日、22時22時30分、日本の民間放送として、初めて試験電波を発射。電波管理局、管理局ではないの指示により、NJB と JA というアナウンス、レコード音楽のみ、7月12日、26日にも実施。1951年、 昭和26年8月15日、サービス放送開始。12時、14時、16時、18時、20時から各1時間放送。試験放送は民間放送で最も早く開始したものの、本放送の開始は1951年、昭和26年9月1日正午途中部日本放送、現、CBC ラジオより5時間半遅れているため、 単独では CBC が日本初の民間放送として扱われる。ただし日付上は同日の開局であるために両者併記されることもある。キャッチフレーズはあなたの民間放送。1990年平成2年9月1日大阪市北茶屋町に15階建ての新車を区切る新本社新放送センターが完成。道島にあった営業など 本社機能と千里急放送センターにあった報道局などの部署、千里急で制作されていたテレビラジオ番組の一部を除いて茶屋町の新社屋に移転した。新社屋ビルは大阪市と阪急電鉄が茶屋町地区の再開発計画の一環として阪急百貨店の流通センターの跡地に建てられたもので、上部部分は M の文字をかたどった形をしている。 当時の建材は、英単語のミラーに例えて、流行の鏡の建材を惜しみなく用いた。毎日、毎日をイメージした造形だとの文献も、参見されているが、当時この空域で NTT の電波が送信されていたため、建物の高さ制限があり、このデザインとなったのはそのためでもある。在販テレビジョン放送局の中でも、人通りが多い場所にある。 本社前は、平日では通勤者の通り道にもなっている。近隣には、梅田芸術劇場が入居する、茶屋、町、アプローズ、阪急電鉄本社ビル、梅田ロフト、入茶屋町などの業務、商業施設が立ち並び、阪急神戸、宝塚、京都各線の大阪梅田駅中津駅間及び、JR 京都線大阪駅から新大阪駅間を、 走行する列車の車内から原車奥ビるを確認可能である。九月一日からテレビは二日間、ラジオは五日間にわたって、開局四十周年、新車奥放送開始記念の特別番組を制作、放送した。二千十四年四月四日午前十一時七分九秒に、本館の北側に二つのテレビスタジオを設けた、新館が運用を開始したのに伴い、本館は、 M 館、新館は B 館の名称が付けられた。B 館は USJ スタジオや地里都急にあった中継車車庫を集約した地上15階、地下1階の建物で、免震構造が施されている。M 館1階のフロアは B 館建築により大幅な改修工事が行われ、茶屋、町プラザの名称で一般にも利用できる施設を開設。そのうち、 在販放送局の社屋内では、初めての試みとして、コンビニエンスストアのデイリー山マザキと MBS、グッズショップが一体化けた、ライオンデイリーストアが出展。近年のインターネットや、スマートフォンなどの普及により、日本の放送業界全体にも変化が見え始め、2008年の富士メディアホールディングス、旧富士テレビジョンから、 称号変更を皮切り認定放送持ち株会社への移行が全国各地で進んでいる。そんな中、毎日放送も2016年7月28日に認定放送持ち株会社に移行することを発表した。同日付で持ち株会社の分割準備会社として毎日放送分割準備株式会社を設立し、2017年4月1日に 旧法人の株式会社毎日放送は、株式会社 MBS、メディアホールディングスに称号を変更し、放送免許、放送事業などの原料全般は、毎日放送分割準備会社から称号を変更した、新株式会社毎日放送が継承した。日本の放送持ち株会社以降は、在京キー局以外では中部日本放送、CBC、 RKB 毎日ホールディングスに次いで3社目となり、全国で8番目で、JNN 系列局では4番目、在反準キー局では初となる。なお、TBS や CBC のようなラジオテレビの分社化を実施しないため、RKB と同様に、テレビラジオの権営は、明日ともに継続される。毎日放送では、新日本放送時代に発行した一冊も入れて、 以下の5冊を発行している2016年7月時点。在販テレビ局各局は、それぞれ独自の名物マスコットキャラクターを排出しているが、大阪市内の土産店でこれらのキャラクターグッズ類も売られているほど、毎日放送も例外ではない。初代マスコットキャラクター。毎日放送本社の形を模したキャラクターであり、番組関連商品を売る、店の名前も、 M 像の店と呼ばれ、ネビュラ M 像の店を経て、現在は、ネビュラ。カキプイプイさん登場以降も、毎日放送玄関で、ウルトラマンの立像などの影に隠れつつ、M 像の店の看板として活躍していたが、いつしか消えた。1999年、平成11年秋口にスタートした、シチンプイプイのイメージキャラクターだったが、一時局全体の、 マスコットキャラクターも兼ねていた。当時、同局のキャッチフレーズも、チチンプイプイ MBS だった。社屋玄関には、プイプイさんのバルーン、初代も設置された。現在の仲間に、ヒーさん、ワンワン、クモクモトリさん、ゲジーとセアネンの、イメージキャラクターのセアネンちゃんとチャウヤロちゃんがいる。2003年、平成15年から、正式に2代目のマスコットキャラクターに選ばれた。 11年後、M 館のプルタブプラキャップ集積コーナーのかき割りパネルに採用。社屋玄関にプイプイさんトライヨンチャンのバルーンも掲げられており、アン。放送時にはアン、チャンのバルーンが掲げられていた。プイプイさんのバルーンは現在のもので2代前で初代に比べてやや小ぶりになった。台風が近畿地方に接近、上陸し、 一定以上の強風になった際、防災上の観点から空気を抜いて、避難する子もある。なお、空気を抜き、折りたたんだぷいぷいさんバルーンの大きさは、軽トラックに詰める程度である。また、第4チャンバルーンは、初代は裸の姿だったが、二代目は T シャツ姿のものになった。毎週木曜日に放送されている、晴れ時々歌で登場するキャラクター。 レトルトカレーや DVD が発売されている。最初に記載した、西暦年号は新日本放送、毎日放送への入社年 BR、アドリブラジオ、2018年4月改編から、MBS ラジオで放送中のパーソナリティ経験者、内報コーナーのみの出演者を除く。新日本放送の開局を機に、第一期アナウンサーとして1951年に入社。 アナウンサー室長、アナウンスセンター長を歴任、在職中にスポーツアナウンサーとして活動、TTV 所属の契約アナウンサーとして在職、アナウンサーとして入社後に、アナウンサー室、アナウンスセンター以外の部署へ移動。以前から報道局に設けられていたが、2016年度からスポーツ局にも新設。いずれの委員も自社で制作する報道、情報番組で、 定期的にニュース解説を担当する。アナウンサー出身の主な記者、経験者や解説委員は前日。ラジオ報道部からは毎日放送の東京支社に国会担当として記者を常時駐在させている。2019年5月の時点でおよそ40名の記者を要している。正社員ではないが2009年から 和歌山県新宮市の市長を務める田岡実千年は、市長就任前の1987から2008年に、同市内で、家業、カメラ販売店の経営へ着く傍ら、報道局から新宮駐在員、和歌山県南部及び近隣地域の映像取材を担当する駐在カメラマンの職を委嘱されていた。毎日放送の現行ロゴ使用開始後、 旧ロゴは徐々に使用を中止され、イコマ送信書、テレビや一部中継局ではすでにロゴ変更作業が完了された。今後も子会社のロゴが変更され、旧ロゴは淘汰される見通しである、すでに社の封筒やベリカードなどではロゴの変更が行われた。その一方で、本社社屋 M 館の壁面にある旧ロゴはその後もしばらく残っていたが、2013年9月の新館、 B 館の完成と同時に取り外された。新館には毎日放送の現行ロゴが取り付けられている。会見等で使われるマイクも変更されている。旧ロゴについては放送中のテレビ映像の上部で気象警報、地震速報を表示する際の字幕にも組み込まれていた。ロゴの変更後は新ロゴを字幕へ組み込まない代わりにタイトル MBS 気象警報。 MBS 地震速報と本文の事態を丸ごし体で統一している。毎日放送と TBS は同じ毎日新聞社系の企業で関係性が深く、ラジオにおいては開局当初からネットワークを組んでいる。テレビにおいても開局時からネットワークを組むつもりだったが、諸事情によって日本教育テレビ、ネットテレビ、現、テレビ朝日と組まざるを得なくなり、 1975年、昭和50年3月までは、暗系列となっていた。1975年、昭和50年3月31日に、朝日放送との間で、ネットチェンジが行われ、以後は、JNN 系列となっている。鎌田正明は、週刊現代にて、全国ネットレベルの特ダネが、TBS に横取りされてしまったことを証言している。鎌田は、 地球温暖化の原因とされるフロンガスの問題にいち早く着目したものの TBS に召し上げられてしまい同局に抗議したものの同局のデスクはお前らは素材を上げていればいいんだよと言い放ったというまた MBS の番組に多数出演しているアカシアさんまは関西テレビさんまのまんまにて他の在販局におけるキー局との船かぶりを上げながら TBS と MBS の関係が特にひどいと漏らしてる。近年は TBS 制作ドラマの好調のためか、関係は以前より改善はされているが、深夜帯に関しては自社制作の番組を優先し、TBS 制作の深夜番組などは放送作品がいまだ少ない。ただ、A は毎日放送とは直ちに絶縁とはならず、その後も毎日放送制作ながら、 江戸商芸も一部扱っていたテレビ番組、芸能はらいえて、目で見る百年死、当初の半年間は、ネットテレビへ、その後は、東京12チャンネルにネットや、選抜高校野球中継の客席リポート等への出演を継続し、ラジオ番組にも出演していたほか、MBS 関連企業のミリカスポーツ振興が1970年に、ボーリング場、MS、 ミリカレーンズをオープンさせた際に、同社が、ボーリングファン、マスレジャー研究所に出向した見開き広告に、長からのメッセージが掲載されるなど、一定の関係を持っていたが、TBS ラジオ制作の、a 六スケの誰かとどこかで、の番組本編は、近畿ではかつてラジオ大阪で放送されていたが、ラジオ大阪が放送を打ち切った後の MBS ラジオ、ABC ラジオへのネット引き継ぎは、 や自社制作番組などの編成の兼ね合いもあり、実現せず、MBS ラジオでは2013年9月の同番組終了までスポンサーの桃屋の CM のみがネットされていた。大正テレビ予せ打ち切りから8年後の1971年、昭和46年12月、毎日放送は同じく、ネットテレビが制作した、深夜の帯番組、23次章のネットオケを、 低俗であるとして打ち切ることを突然発表した。打ち切りの理由は、お色気関係の話題を興味本位で捉えていた。この番組の姿勢を当時の社長だった高橋晋三が否定したためと言われた。このことは朝日放送、ABC や関西テレビ、KTV などにも影響し、他の在販局による在京キー局発のお色気番組のネット受け打ち切りが相次いだ。 この一件は、純キー局のキー局に対する反乱と捉えられ大いに話題となった。独立ローカル局では、デジタル一本化直後に姿を消した。なお、23次章の近畿地方向けネットは、後に1972年、昭和47年10月から、近畿放送テレビジョンと三テレビジョンへの晩範で、マイクロネットされ、実質的に再開されている。 二十三次章ネット局3章、参照。暗加盟局以外では、これが初めて。1963年、昭和38年11月のジョン・カイ・ケネディ、大統領暗殺事件の模様を、アメリカ合衆国、ニューヨークに当時駐在していた毎日放送社員で、元同局アナウンサーの前田次郎が国名に情報を、伝えていた。当初、日本初の海外衛星中継。 宇宙中継実験として、ケネリィ大統領のスピーチを放送することになっていたが、その最中に遊説していたテキサス州、ダラスでのパレード中に暗殺されたことを受けて、急遽前田がその状況を国名に放送。前田ははじめに、この日米間宇宙星中継という輝かしい、試みに、悲しいニュースをお伝えしなければなりませんと挨拶し、民間放送社員の立場でありながら、 その実況リポートが NHK の放送でもそのまま生中継される前代未聞のケースとなったこの件に関しては毎日放送の開局50周年記念特別番組をはじめ NHK の番組プロジェクト X 挑戦者たちや当時のキー局テレビ朝日事件当時はネットテレビの開局50周年記念特別番組ニュースの記憶あの頃あの時あなたは 報道50年映像全詞に詳しい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。